味しいもの見つけたの時間がやってまいりました。はい、今回はですね、北方町にありますお食事どころ花屋さんにやってまいりました。さあ、店内ものすごくいい香りがしてきました。ね、ちゃんぽんのに、ね、今からちゃんぽん、そして地鶏の炭火焼きなどもあるそうで、ぜひご期待ください。それでは店内の方に入ってまいります。それではレッツゴー。じゃーん、ね、こちら花屋さんの美味しそうなちゃんぽんです、ね、今出来たてあったんですよ、ね、いろんな具材がたくさん。そしてこちら花屋さんの一押しメニューの宮崎県産の地鶏になります、ね、ジューシーで柔らかそう、美味しそうですね。それでは早速こちらもまいただきます。ちゃんぽんからいただいていきます。もうですね、香りがすごくいいですね。もう具材がたっぷりで、キャベツからムーチン、ね、玉ねぎ何種類入ってるんですか。タコさんまで、イカさんですかね、イカさんまで出てます。美味しそう。それでは、ね、スープもたっぷり、具材の出汁がもうキューッと麺にまで凝縮されて入ってます。お野菜は多分ですね、もうあのこの辺りのですね、北方さんの、ね、地鶏で作られたお野菜だと思います。美味しいですね。シャキシャキしてるんですよ。ブロッキャベツがですね、季節の、ね、このキャベツで美味しいですよね。今の春キャベツとても甘くて、ね、包丁でこう千切りにすると柔らかく切れるんですよね。とっても美味しいです。お汁もちょっといただきたいなと思います。すごいですね、このコクがね、美味しいですよ。濃厚スープ、本格スープだそうです。もう本当豚のね、甘み、こちらの豚がね、入ってますね。ずっと作ってきていただくと、ね、この豚が甘い。それで、今度はこっちの
楽しみにしていた手取り、ね、すごいボリューミーじゃないですか。肉厚ですね。こちらの花屋さんのですね、特製の宮崎地鶏、ね、ブルンブルンとして中が地鶏、肉厚ですね。早速いただきます。柔らかくて肉が肉厚です。そしてこの皮がですね、鶏のこの皮がパリッとして香ばしいです。外はパリッとして、中はジューシー、美味しい美味しい。いくらでも大好き。これはビールのおつまみにぴったりですね。ね、美味しいでしょ。さんもいただきます。ビールとこの地鶏がですね、すごく合うのは炭の香りがですね、パーンとするんですよ。炭火でこう、ね、この宮崎の地鶏を焼いてるんですね。食べるときに鼻からふわーっと炭の香りがします。はい、私はですね、うちにマヨネーズがありまして、はい、このマヨネーズにこの宮崎地鶏、炭火のふーんといい香りのこの地鶏をこのマヨネーズにちょっとつけていただきます。いただきます。やわらかい。地鶏やわらかいです。これクリです。外のこの皮がついてるところは食感がパリパリで香ばしい匂いです。香ばしい香りと食感がたまんない。中は柔らかい、美味しい。これいくらでもいけます。ビールのお供にもいいしですね。本当に男性並み の男性の料理みたいな感じなんですけど、もうボリュームがたっぷりなので、家族全員で食べられてもいいかと思います。こちらにオレンジ、これをちょっとこう絞るのも味がね、いろんな味が楽しめていいんじゃないかと思います。こちらのオレンジを絞って、ボリュームがたっぷりで、噛んでるうちは幸せな気持ちになってます。キャベツもちょっとついてるんですね。これがもう本当におつまみでも、ね、食事の時でもどちらでも最適ですね。はい、この他いろんな、ね、メニューがずらーっとね、あちらに味噌ラーメンに卵入りラーメン、焼き豚入りラーメン、でうどんもありますよ。卵入りうどんとかうどんの種類もたくさんありますね。種類がカレーライスに、ぜひこちらでお酒もいただいても大丈夫だそうです、ね、お酒をいただいている方は帰りはもう運転はご遠慮くださいということで、ご了承いただきましたらこちらでですね、ゆっくり楽しんで楽しむことができますよ。ぜひ皆さんですね、北方町にある道の駅で四地二の屋店内の中で一番奥ずっと入っていただくと、こちらのお店が花屋さんと言います。
8878と書いて花屋さんです。ぜひ皆さん食べに来てくださいね。お待ちしてます。